ささみとたくみのお掃除講座。こんにちは、たくみです。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から僕がなるほどと思ったものをランキング形式で3つ紹介していくよ。3位、オキシクリーンで洗面台を丸ごと掃除する方法。第3位はオキシクリーンで洗面台の掃除をしていく動画だよ。この動画では掃除の順番やアイテムを工夫してオキシクリーン一つで洗面台全体を掃除しているんだ。メインで使うのはお湯にオキシクリーンを溶かしたオキシ液。つけ置き洗いをする前に排水口の内側をブラシ洗いしていくよ。そして水を入れたポリ袋で栓をしたらオキシ液を注いでつけ置き洗い。この時ほんの少しだけオキシ液を残しておくのがポイントだよ。残しておいたオキシ液はスポンジを使って蛇口や洗面台の縁を洗っていこう。これでオキシ漬けできないところも一気に洗えるよ。この動画で僕がなるほどと思ったのはスポンジは研磨スポンジを使うところ。動画ではダイソーで売っているシンクの水垢汚れ落としっていうスポンジを使っているよ。オキシクリーンが得意なのは黒ずみ汚れやぬめり汚れで水垢のような汚れは落ちにくいとか。だから研磨力のあるスポンジで落とすといいんだって。2位、除菌重視の洗濯洗剤でフローリングを拭き掃除。第2位は洗濯洗剤のアタック除菌アドバンスでフローリングの拭き掃除をしていく動画。動画ではアタック除菌アドバンスを水で100倍に薄めて使っているよ。100倍希釈だから 200ml の希釈液を作るとしても使う洗剤の量はたったの 2g。 かなりコスパがいいよね。100倍希釈って結構薄いよなって思ったけど、動画ではちゃんと汚れが取れていたよ。洗濯洗剤はもともと服についた皮脂汚れや油汚れも落とせるように作られているし、汚れ落ちはいいはずだよね。さらにアタック除菌アドバンスは名前の通り除菌重視の洗剤だから汚れを落とすだけでなく部屋の除菌も同時にできちゃう。洗濯洗剤には汚れ落ち重視のもの、除菌や消臭重視のもの、優しさ重視のものといろいろあるし、使い分けてみてもいいかもね。1位、キッチン泡ハイターでパイプを掃除。第1位はキッチン泡ハイターで排水口のパイプを掃除していく動画。パイプ専用の洗剤じゃなくても掃除ができるんだよ。ポイントはキッチン泡ハイターを排水口に吹きかけたらすぐにラップで蓋をすること。さらに隙間から空気が入り込まないように排水口の目皿やキッチン泡ハイターのボトルを使って重しをするといいみたいだよ。すぐにラップをかぶせられるようスプレーする前にラップを切って用意しておくと良さそうだね。この動画で僕がなるほどって思ったのはラップで蓋をすると泡が流れ落ちにくくなるところ。透明のパイプで検証しているんだけど、キッチン泡ハイターをスプレーしてすぐにパイプの入り口をラップで覆うとパイプの中を真空状態にできるらしいよ。しかもこの状態ならパイプをまっすぐにしても泡が流れ落ちないんだ。ラップを使うだけでキッチン泡ハイターの密着力をアップさせられるなんてすごいよね。このやり方を知っておけば専用パイプクリーナーがいらないから重宝しそう。まとめ。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から僕がなるほどと思ったものをランキング形式で3つ紹介していったよ。気になる使い方があったらみんなも動画を見ながら試してみてね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギ和也の YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも